い、デブグル新モデル GT0 についてちょっと説明したいと思います。こうやって、形状はハイブリッドキャンバーで、まあ、操作性エッジグリップすっげースムーズなんで扱いやすくなってます。フレックスの方が結構ソフトフレックスになってるんで、まあ、パークライディングだったりグラトリで、扱いやすくなってるかなと思います。結構いい感じで扱えるんで、まあ初心者もちろんなんですけど、中上級者でもまあ新しいトリックだったりそういうのをエントリーするときにストレスなく技に入れるんで、練習するにもいい板になってるかなと思います。ぜひ乗ってみてください。